にやり行きましょう。貫き通すは我が信念。との戦のため主力ごと出払ってしまったから、兄ごと二方向から一気に攻めて沼田城を奪ってしまうのが父上の作戦だ。雪村様の意地、勝利で終わらせましょうね。開門あら、なんで真田の連中がここに。さては火事場泥棒だな。これは関東最北の用地、民を休んじるため北条が支配せねば。なんか熊みたいな女が来ましたよ、木村様。こうなったら北条と競争ですよ。やしつけせ。真田が勝ち取るべき地、北条に渡すわけには参らぬ。つもりか。ならばここは断じて通さぬ。急げ。浮き足立っている。花の一さ、ご覧あれ。手間取らせてくれちゃって。さあ、沼田を落とすわよ。助けてみよ。おやしきせ。まあ、これでは北条軍に先を越されてしまうが。友果、真田までいるとはどういうこと。まあ、やるもんだね。おやしつけせ。真田め、裏切ったということか。平次、裏切り者を許した。盛り上がってきたね。楽しめそうだ。兄上、滝川一正殿が戻られてしまいました。やめよう。私はこのまま沼田城を攻める。雪村と兄上、一正殿の軍勢は私が食い止めます。頼んだ。だがくれぐれも無理をするわ。急げ。おやしつけせ。しめしめ、誰も気づいてねえ。
このお宝の手トンズラするぜ。あいつ滝川が持ってた茶器を。なんで泥棒。やべ、見つかっちまった。我らも咎められる立場ではない。今回は見逃してやれ。いよっ、俺様の次に日本一。子が撃たれればすぐに見込む。貴様らにはもののくの誇りというものがないのか。おっしゃる通り。なればこそこの一戦は小細工なしの勝負を。よくやってくれた雪村。これで沼田の守備兵も投降するだろう。はい、ここを基盤に真田は独立を目指す、そういうことなのでしょうか。そうだと思うのだが。雪村様、良い武器は良い鉄、良い品が入っております。